ラーメン。いや、聞こえますか。ここは、岩の入り口です。後ろからがちょっと入り口ですね。あの漢字が読めますね。岩園ですね。岩園です。ここは水太鼓の夏の別荘、夏の避暑地の入り口なんですけども、で、あの同じ、ま、前の方から獅子が見えるでしょ。覚えてます？昨日至近所を繰り返しいっぱい見たんですが、オスとメスはこれなんですか？メス？メス、オスね。あの下には子供さんいるんだからメスの獅子ですね。はい、それが岩の入り口です。じゃあ今ですね、中に行きます。中は綺麗ですよ。ゲスタチがここ東の門のところですけども、庭というところがものすごく広くて、皆様その通りですね。あの庭の全体面積が273万平方メートル、273万平方メートルというのが昨日私は資金帳を見たでしょう。庭の面積は大体資金帳の4倍ぐらい、そこは価格の4倍ぐらいの広さです。本当にすごくものすごく広くて、庭が広いんですけども、実は湖が広いですよ。湖面積は大体岩の面全体の面積が3倍の広さです。まあ3倍の広さはほとんど湖なんですけども、あとその面積が山なんですね。岩の面積はすごいところが、昔はここに湖とか山とかあんまりなかったんですよ。これが人工の湖と人工の山です。これが人工ですよ。人工で作ったものです。岩の装置が当時の中国の国内で、重工周りで10年半くらいかかったんですよ。重工周りで10年かかったので、湖の工場したのが当時の国内でここに積み上がる山になったんですよ。山を作りました。山の名前がバンチューザー、湖の名前がバンチューザー、湖の名前がバンチューザー。実はなぜこの岩を作るのかというご承知は、岩にこういうところがここは生態号室の60歳の誕生日をプレゼントです。つまり生態号の60歳の誕生日をために、まあ、生態号を見るために隣に行くための別を作るんですよ。実は当時の中国はね、生態号に隣に行くための別を作る費用がお金が予算がなかったんですよ。実はあれが当時はね、生態号で、まあ、ために、まあ、当時の中国の海軍海軍のお金を使って海軍のお金を利用してこの別を作ったんですよ。で、あの今から150年前、2000年と、中国の海軍が日本海軍に負けたじゃないですか。負けの原因がよく原因が起こしですね。岩というところが、民の時代もあるんですね。秦の時代もですね。今から大体150年前かけてるんですよ。秦の時代もです。だから、漢字の名前の方が全部和書、ちょっと文字がついてます。こちら。関係の方は、こちらの方がちょっと前の方が。そう、あのこの石は正面から見るとただ普通の石の形なんですが、何も起こらないでしょう。でも横から見ると、私立てるところから横から見ると、これは人間の顔に出るじゃない。私のところから見に来てるんですね。実は巨人の三輪で子供なんですよ。龍の子供です。昔の中国で伝説なんですけども、龍は子供さん9人いました。この巨人さんが龍の9人の子供さんってことですよ。実は巨人さんが子供さんが迷惑の子供です。ここに遅れて意味がこの巨人が亡くなった建物を守ってるんですよ。で、巨人が皆さん図を見てください。鹿の角牛の耳、龍の顔、龍の子供さんだから、赤尾の子、飛ばないし、獅子の尻尾です。これが高速が丸くなもんです。記念されて。そういうことで。赤の子が、あの椅子が見えるんですよ。それが全体で。特に椅子が見えますけど、椅子とお城の屏風が、屏風がありますよ。みんな屏風の上には、漢字がいっぱい書いてますけども、漢字は、漢字が全部で180個あります。180個の漢字があるんで、でも漢字が、ただ一つだけだけ、子供気分一。でも書き方が、いろんな書き方があるんじゃないですか。昔の中国の漢字で使われてたんです。で、一つの漢字だけど、でも書き方が全部違うんですよ。岩というところが正解度の、環境が大切なんですよ。だから、ことぶきという地がいろんなところで見るんですよ。でも、長くないんですね。上手にいくんですね。ことぶきというね。はい。それが正解度の仕事の場合です。
まあ、生活の仕事だったりして、まあ、今スキンとの話ですね、自分のところと生活のところを考えてるという意味ですね。だからこれから私たちが見に来るところはすごく有名な三つ海の方、三つ海が見てるんですよ。なっちゃんごめんね、大丈夫か、はい、いよ、はい、じゃあすいません、こっち向いて、はい、じゃあ行きますよ、あの、お母さん、3年って言ったら、動いてるやつはちょっと広すぎて、もっともっと。この部屋が、生体育の寝室で、つまり日常生活のところなんですけども、真ん中のところから生体育が昔座っていた椅子があるんですけども、奥のところに行きますと、生体育のベッドが見えます。でも中に入れないのでは見えないですけど、ここは生体育の寝室で、まあ、実はこの部屋が飾り物が他の部屋だと違うんですよ。皆様、飾り物というかマットのところを見てください。マットの飾り物が何のものでしょうか。何やろ、ほとんどの人に言ってもいいですよ。いや、マットの飾り物が何のもの、あれか、これも小森、わかります。日本人が小森が嫌いですよ。実は中国人が小森が好きなんですよ。何もと小森の発想が、中国語の発想が、小森の発想が中国語の幸せ、この服の発想と一緒ですよ。服の発想と同じです。だから小森というのものが幸せ、まあ、幸せの意味があるんですよ。だから、小森というものがよく語りの話になってきます。これすごいね。こういうのはミステリーなの、こういうのがサンドがあるの。ああ、そうだな。はいはい。はいね。世界で一番長いガードを持っています。長さが728メートル。